阿波人形浄瑠璃芝居フェスティバル in 勝浦は、地域に伝わる伝統芸能の技術を後世に継承していこうと、毎年この時期に開催されています。人形を巧みに操るのは、勝浦町子ども阿波人形芝居教室と小松島西高校勝浦校の民芸部の生徒たち。江戸時代末期から続く人形使いの一座、勝浦座から指導を受けてこの日の舞台に臨みます。母と娘の切ない別れを描いた人気の演目、傾城阿波の鳴門巡礼歌の段を真剣な表情で演じました。地域の伝統芸能を受け継ぐ子どもたちの熱演に、観客からは大きな拍手が送られました。